ちゃん。こんにちは。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ね、決まりましたよ、はいね、本拠地で。まあ、やっぱり勢いあるね。ねえ、もうこうなったらね。チケット完売ということでね、今日はもう。どうなるんだろうってことで、いや今日絶対決めないと相当先延ばしになっちゃうからさ、優勝が、うん、ね、オリックス3年連続15度目のリーグ優勝、はい、ねパ・リーグ31年ぶりの3連覇はい、はい、で阪神の優勝とね、はい、関西球団アベック V は59年ぶりということで、ね、関西大盛り上がりだよね。いやこれはすごいことになりましたよ ね、 そうだね。でうん、やっぱり評価したいのはやっぱ3連覇、はい、ね、よくなんかこう緩んだりとかしないで、うん、やっぱ今年3連覇を成し遂げたという。ただその球団のさ、うん、そのなんていうの、挑むということでね、うん、今年も、うん、だから挑戦のする気持ちを忘れないということでさ、うんうんうん、まあみんなが一つになって、まあ、戦ったなという、はい、うん、まあ吉田正尚が海を渡り、うん、まあ抜けていく中 ね、 ねただみんなの結束力っていうのは見事だったし、まあ結束力が見事だったっていうのはさ、うん、今日の試合に本当に現れてたと思うのね。はい、もうこれね、始まってからどうなるんだろうっていうね、多分オリックスのファンは、うん、まあそうだね、たくさんいたと思うんですけど、まあ2対0でリードをずっとされててね、うん、まあ7回だよね、ね、うん、一挙に6点というね。そうだね、それも2アウトからなんだよね。そうなんです、しかも2ストライク取ってたように思いますけど、うん、そうだね、うん、でちょっとかすったようなデッドボールから、うん、まあランナー1塁に出て、うん、バッター杉本ね、はい、うん、ランナー1塁で2点差っていうことは杉本の考えの中ではやっぱり一発で同点にしたいっていうね、うん、まあ、気持ちもあったと思うんだけども、はい、2アウトだっただけに ね、 ねだけどそこでワイルドピッチが生まれたんだよね。ねえ、そうなんですよね。あ、それであなたは言ってたよね、これで流れ変わるよって。いや、まさにそう思いましたよね、うん、いや俺はちょっとどうかなと思ったんだけど、はい、でもその心理的なものを杉本が、うん、やっぱりホームラン狙いから、うん、まあ、追い込まれたこともあり軽打に行き出したよね。いや本当にそうだったんですよね、うん、だからそれがヒットになってタイムリーになって、うん、そっからのつながりっていうのはすごかったね、うん、いやもうその隙を逃さなかったというかね、オリックスの攻撃がね、うん、でも俺はタイムリーが出た瞬間に、うん、これピッチャー交代だなと思ったんだけども、うん、でもロッテベンチは動かずということで、はい、横山続投ということでね。そうでしたね。で、T 岡田にフォアボール、うん、これもね、一度ちょっと暴投というような、まあそうだね、暴投になって一塁が空いて、ね、T 岡田を敬遠ということでね、うん、そしたら紅林、はい、ね、野口、うん、で中川選手、中川、まあ、中川は今年ね本当にいいところで打ったからね、うん、だから頼りになるバッターのところに回ってきてるし、はい、でもこの一連のその一気に畳みかけたというところがなんか今年のオリックスの本当に強さだったのかなっていうような、うん、本当にこう1イニングに集約されたような、うん、そういう攻撃だったような気がするね。本当、席を切ったようにね、もうそれまでちょっと、うん、重い雰囲気があったんだけどね、雰囲気的にちょっとズーンってしてたのが、うん、こうね、なんかプレッシャーになってたのかなって思うくらい、まあ、そうだね、ちょっと 重い感じがしたけどね、 ですよね、うん、でもそれをこう払拭したのがやっぱりリーダーである杉本であったりだとか、うん、今年本当に頑張った、うん、あの中川だったりだとか、うん、まあ、移籍した森がね、またヒット打ってチャンスを広げて、うん、ここは点にはなってないけどもさ、はい、まあ、だけどそういう一気に畳みかけるというね。ね、野口選手も今日お誕生日でしたからね。ああ、そう、それはもうね、ヒット打ったよね。あの勝ち越しのね。そうだね。だから詰まりながらだけどもライト前に持ってってね。まあいい誕生日になっただろうなと思うけども。本当にそうですよね。ただね、俺、うん、グラウンドにおいて取材をした時に、はい、まあもうマジックが出てたんだけど、うん、やっぱ強いなって言ったら。うん、そうですかっていう話をするわけ。誰に話したんですか。だからまあコーチもそうだし、はい、あの選手、うん、もうみんなほとんど聞いたんだけ ど、 ど森とかね、はい、中川とかもおったし、うん、でコーチもおった田口とかね、うん、いろいろいたけども、うん、強いなって言ったら、いやそうですかねって言うわけ、うん、いや僕ら全
然強いと思ってないですと、うん、まあその本当にそう思ってるのかもわからないけども、うん、その謙虚さがいいよね。なるほど。で全然強くない。まあ確かにあの試合の経過を見ていくと、うん、あの圧倒してる試合っていうのはほぼないんだよね、うんうん、ただ今日みたいに相手のミスに乗じて点を重ねるとか、うんうん、うまい野球をしながらやっぱこう点を重ねていくという、でそれをピッチャーが守るという、うんうん、でピッチャーの防御率っていうのはやっぱりこうパ・リーグでナンバーワンだし、うんうん、で相手に与えた得点っていうのも300点台なんだよね、うん、これはもう唯一なんだよね、300点台っていうのはオリックスが、うん、あの守ってるという。なるほど。それとエラーの数っていうのは、うん、ソフトバンクに次いで、うん、次なんだよね、うん、第2位なんだよね、うん、だからまあそういう守りの野球っていうのが、うんうん、あのできてるということと、うん、守りの野球がどれだけ確率のいい野球になってくるのかっていうのがすごくなんかオリックスを見ててあの今年はすごく感じた。豊さんね、あのいつも基本は守りっていう話をよくすると思うんですけど、ね、まあ、まさにそれが証明されたようなチームっていうことですかね。まあ、もちろんそうだね、うん、いやだからやっぱ強いっていうふうに感じないのは、うん、やっぱそういうことなんだと思うよね。まあ、基本的なことがきっちりできてるということですか。できてるということだよ。あと投手力も含め、まあそうそう、うん、まあ投手力はもう抜群だけどね、うん、で山本がいて宮城がいてみたいなね、うん、まあそういうところもあるし、今年は山下俊平太っていうのがまあ山本宮城はね、うん、WBC に行ってた関係で、はい、開幕投手になったけども、うん、でもそれを期待通りの、うん、活躍もしてくれたし、うん、まあ、ちょっと今ねちょっと離脱はしてるけども、うん、なんか東とかね、はい、出てきて無傷の連勝を重ねてるし、うん、だからなんかこうチームがその若手に与える影響というかね、うん、なんかすごく伸びるような、うん、その雰囲気も作るし、やっぱコーチ陣もなんか すごくこう一体的にね、うん、一体になってなんかこう優勝に突き進んだなというね、うん、だから怪我人とかいろいろ出しながらでも、うん、あのシーズン中平均スタメンが23、4歳っていう時もあったらしいからね。本当にね、うん、だから若手も頑張るし、うん、でも勝負どころに杉本が戻ってきてくれて、うん、そっから3試合連続 あのお立ち台というね、うん、こともやってくれるし、だから本当にあのみんながこう一体とならないと優勝っていうのは、うん、まあ、できないと思うんだけども、でもみんながこうなんていうのかな、本当に輪になって勝ったような、うん、まあそんな優勝だったよね。ねえ、うん、もうこの本当ビッグイニングになった7回、うん、で今日全部で9本のヒットのうちの6本がそこに集中してるっていう、ね、そうなんだよ。すごいですね。で5連打でしょ。そうです、ね、そっから、ね、まあフォアボールを挟みながら、うん、だからやっぱこうノリがいいチームだなっていうふうのも思うし、うん、その一気にいける集中力をそこに高められる、うん、こうなんていうのか、言葉悪いかもわかんないけど、うん、不真面目さもあるんだよね。不真面目さ、うん、あのね、真面目だけではね、うん、やっぱこうい こう山っていうのは作れないと思うんだけども、うん、やっぱねここって言った時の集中力を高めるなんか技みたいなのを持ってると思うんだよね。だから真面目な人間がずっと一生懸命、うん、こう山も作らず波も作らずやっていくと、うん、それは一気に行く時にやっぱ上げられないっていうことがあると思うんだよね、うんうん、でもいい意味でのなんか遊び心があるっていうかな、うんうん、まあそういうことを持ってる選手たちが多いというね、うんうん、いつ波が来るんだろうみたいな、それを待ってるみたいな、うん、よし来たみたいな、みんな行こうぜみたいな、そういうなんか一体感を感じる、まあ、チームだね。中島監督がやっぱうまくチームを作ってるし、うん、それを支えてるコーチたち、うん、まあ、今年印象的だったのが、本当はコーチは抗議しちゃいけないんだけども、うんうんうん、田口がバーン行って、ね、もう選手を守ってやったとか、うん、まあ、ああいうことっていうのはやっぱこう一体感がないと、また勝負に対しての執念がないといけないことなんだよね、うん、まあ、今年はあの象徴的なのがセ・リーグでは岡田監督の抗議っていうのがあったけども、うん、ありますね。まあ、それと同様に本当になんかこうオリックスは瞬間的に熱く集中して戦ってるなっていうようなね、うん、まあ、そういうことが言って本当にいいチームになったなという、うんうん、だから日本シリーズで
まあ大阪ダービーみたいになったら本当関西ってどうなるんだろうなっていうふうに、いやね、うん、先日の阪神が優勝した時もちょっと、うん、ねえすごい騒ぎっていうか ね、まあ、そうだね、大盛り上がりだったので、まあそうだね、今回ねオリックス、うん、そしてこのあとね、うん、CS ありますけど、まあ、クライマックスがあるけどねどうなるんだろうっていうね、まあ、オリックスもそうだし阪神もそうだけど相当ニート開けてんだよね、うん、もうその時はもう関西もうそのままやればいいのにと思うけどねまあこれはルールなんで、うん、まあそうもいかないかもしれないけども、うん、まあそうはいかないんだよね、うん、まあだけど本当になんて言うんだろう、見ていて、うん、俺たちは強いと思うけども、うん、本当に選手たちは謙虚に、いや僕たちは強くないと、うん、ただやってることをしっかり、与えられることをしっかりやってるだけだと、で勝負って何が大切か、うん、まず守りが大切だというようなことをなんかすごく教えてくれたようなね、うん、優勝でした。これが3連覇の秘訣だね、秘訣なんでしょうか ね、1回で終わらないとね、でちゃんと日本一にもね昨シーズンはなって、なって、うん、で3連覇というもう見事だよね本当に、うん、これからもね、うん、これからまたクライマックスとかね、うんうん、まあいろいろあるけども、うん、本当に気を引き締めて、うん、ね今日は緩むだろうな、まあだけど怪我とかね病気には気をつけて ね、そこがね、うん、一番ね、そうだね、クライマックスも頑張ってください。はい、応援してます。おめでとうございます。おめでとうございます。